本作を扱った基地で最古の印刷物、ウィリアム・キャクストンの出版物、イソップ・グーアの1ページ。この挿絵において、ブドウは農作物として描かれている。ミロウィンターの手になる挿絵、ザ・イーサー・アップ・フォー・チルドレにより、酸っぱいブドウは、イソップ・グーアの一つで、その放題の一つ。現代は、ラムダ・パイ・タクサイ・カッパ・アルファ、シグマ・タ・アルファ・ファイウプシロン・ラムダ。 ラテン語題名は直訳したベルピース UVA、A 代も直訳したザ・フォックスザ・グレイプスで、砲台にも直訳した狐とブドウがある。狐が己が取れなかった後に狙っていたブドウを酸っぱくて美味しくないものに決まっていると自己正当化した物語が転じて、酸っぱいブドウは自己の能力の低さを正当化や擁護するために対象を貶めたり、 価値のないものだと主張する負け惜しみを意味するようになった。イソップグーの原点については、存在したかどうかも含めて不明である。現存するのはすべて後世に編集されたもので、ここでは、以下の御言語における、編集された本文を記載する。バブリウスの古代ギリシャ語文、ラムダパイイタクサイラムダイオタミウタウタウ、ウプシロンシグマアルファー。 シータイプシロンシグマアルファタウパイ、タウイオタニュー、ニューアルファデルタイプシロンニューデルタローデルタベータ、タウロウプシロンアルファ、カッパロウイプシロンミューアルファミューニューウプシロン、ベータウプシロンラムダシータイータアルファタウ、ニューパイプシロンロイオタガンマイプシロンニュー、シグマシータアルファイオタカッパアルファカッパデルタ、ニューアルファタウ、パイアルファラムダラムダアルファタウタウミュウ ニューイータデルタパイロンアルファウプシロンタウ、ニューイプシロンパイイプシロンニューミューファイアルファカッパ、イプシロンシグマヨタニュー。オータウメガカッパアルファタウニューニューシータロー、パイオメガニューニューイオタヨタタウ、ニューパイロアルファガンマミュータウメガニュー、ファイオタカッパシグマシータアルファヨタミュー、デルタウプシロンニューミューイプシロニュー、ヨオタデルタヨタシグマシータ、ニューイプシロンヨタアルファニュータウ、 カッパアルファー・イオタロー・アルファー・タウイオタ、ニュー・タウ・アルファー・イオタ。パエドルスのラテン語文フェーム・コアクタ・ベル・ピース・アルタイン、ビニア・ユー・バーム・アド・ピート・バット、サマス・セイリアンズ・ビラー・ボス、クワム・タンゲレ・ウッド・ノン・パトイット、ディセデンズ・エイト、ノー・ダム・マツ・ラエ、ノー・ロア・サーバ・ム・スメレ、クイ、ファシア・クエイ・ノン・ポスント、バービス・エディ・ベント、アザ・クライビア・ホック・デ・ベブンとイグ・ゼンプレムシビ、クリストファー・スマートの英文案、 ハングリーフォックスウィズフィアスアタックスプランウォン、エイバインバットタンブルドバックノークッドアテインザポイントインビューソニアザスカイザバンキスグルーアズヒーウェントオフゼアスカービスタッフセイズヒーアンドノットハーフライブイナフアンドアイブイーンモアレブレンスフォーマイトライプスザンツートーメントゼムウィズザグライプスフォーゾーズディステールイズベリーパットフーレソンホワットゼイキャントカムアット たわわに実った美味しそうなぶどうを見つけた。食べようとして懸命に飛び上がるが、実はどれもぶどうの木の高いところにあって届かない。何度飛んでも届くことはなく、狐は怒りと悔しさから、どうせこんなぶどうは酸っぱくて、まずいだろう。誰が食べてやるものかと、負け惜しみの言葉を吐き捨てるように残して去っていった。自分こそが手に入れたかったが、到底叶わない対象と判断。 諦めた後に、一部の人々はその対象を一点、価値のないもの、自分にふさわしくない低級なものと無意識に思い込もうとし、それを理由に諦めた原因である己の能力の不足と向き合うことから逃げて、心の平安を得ようとする。フロイトの心理学では、この人々の自己正当化、自己防衛思考を防衛規制及び合理化の例とする。また、社会心理学においては、 認知的不協和の例とされる。英語には、この文話を元に生まれた熟語として、s o u r g r プス s があるが、これは、負け惜しみを意味する。負け惜しみを言うが、暗い s o u r g r プス、s 負け惜しみを言う人は、s o u r ー o s e r や b a d ル o s e r と言われている。ありがとうございます。